確かパピルサグがいるのよね。なんかすげえっすね。さっき外から見た感じだと雲の上まで届いてそうっす。はあ、せいぜい100回行くか行かないかでしょ。雲の上なんてまた大げさな。100回？どうやって作ったんだ。さあな。でも聞いた話だと昔はこういうやつがゴロゴロしていたらしいぜ。うん、ゴロンゴロンしてた。こんな建物ばかりじゃ空が見えないわね。だよな。見えないということはなかったな。狭くは感じたが。そうか、お前らがこういうと見慣れてるってことは、ここは負の時代の建造物ってことかもな。ちょっと興味湧いちゃうな俺。お前こういう遺跡みたいなのが好きなのか。てか負の時代に興味があるんだよね俺って。ほら知性派だから。またまたご冗談を。兄貴、あいつがいじめるっす。いいじゃねえか、似た者同士でじゃれ合ってりゃ。似てませんよ。こいつらなら余裕だな。蹴散らしてやるぜ。さーて行きますか。速やかに排除させてもらう。見せてやる。今がチャンスだ。次はどいつだ。くらえ。張り切っちゃって。まずは一体。蹴散らしてやるぜ。さーて行きますか。きついの行くぜ。交渉術だけだと思うな。よし、さっさと先に進もうぜ。こっちから仕掛けてやるか。華麗に始末してやるぜ。抜かるなよ。行くぜ。今がチャンスだ。とどめだ。次はどいつだ。おーおー、とどめだ。張り切っちゃって。まずは一体続くぞ。どんな敵も侮ると死につながると思う。蹴散らしてやるぜ。さーて行きますか。速やかに排除させてもらう。本気で行くぜ。さすが俺様。行くぜ。今がチャンスだ。邪魔だってんだよ。こっちから仕掛けてやるか。とどめだ。舐めてんじゃねえよ。蹴散らしてやるぜ。華麗に始末してやるぜ。速やかに排除させてもらう。見せるぜ。行くぜ。とどめだ。行くぞ。とどめだ。次だ。蹴散らしてやるぜ。とどめだ。先を急ぐぜ。
頭上に注意か。違うだろう。え、我らは上界に向かうのだ。次に用心せねばならぬのは。あ、床だ。急に崩れやしないだろうが、瓦礫で道が塞がれてるみたいだしな。ああ、これは面倒なことになるだろう。邪魔な瓦礫は勇者の拳で粉砕してやるけどね。勢い余って我らの足場まで崩してくれるなよ。
俺のロゴスを求めに来たか。そうだ。俺は生きることに飽きている。ただここで静かに眠りたい。俺を怠惰な眠りから引きずり出したいなら力戦えってことすかね。ここで逃げたら勇者が廃る。我が剣はお前のため。だらだら寝たいのはこっちも同じ。一人だけ楽しようなんざ虫がいいんじゃねえの、パピーちゃん。ラルク、戦いましょう。よし、行くぜ。よかろう。やるしかないか。一気に攻めちゃおう。ミスティックソース
スが表すは武天の天。螺旋に絡め取られるがいい。
やるしかないか。ボコボコにしちゃうよ。速やかに排除させてもらう。任せろ。石柱よ束縛を。この俺を目覚めさせようというのか。みんな怪我はないか。腕が上がって。仕方あるまい。我が天意のロゴスを与えよう。兄貴、やったっすね。残り3体、この調子で頑張ろう。
ただふっと思ったが、西欧ホゼアとアイオン体のつながりがわからないままこんなことを続けていいのかって。アイオン体が暗殺部隊なのを西欧が知らないとは思えないね。ただし QED の直属は元老院だぜ。グリーンヒル議長の指示がなければ動かないことになってるはずだ。政治の闇ってやつっすかね。あの保存で濁流を作る実験はイグナーツ単独の計画なのかな。俺が気にしてるのもそこだ。オイゲンが知らなかったにしても他のアイオン体は知っていたのか、誰かの命令で実験をしていたのか。命令があったならそれは元老院なのか、ノースノワーレ協会も承知の上なのか。それによっちゃイマジナルの定理を信じて協力しても寝首をかかれるかもしれない。つまり世界を救った途端今度は共和国が帝国を攻め滅ぼすってこと？ダルク坊や、勘違いするなよ。共和国の人間にしてみりゃ帝国が消えてくれれば万々歳なんだ。何？噛みつくなよ。俺だってイグナーツの奴らは敵だと思ってる。
前にも言っただろう、誰が敵で誰が味方か、事態は簡単なもんじゃねってことさ。そうそう、分かってんのはログレスを奪われたら世界が結晶化しちゃうことだけだよ。そうかもしれないな。それにしてもアルスたちとニアミスするとはな。よく飛行艇を攻撃されませんでしたね。壊されてたら俺ら動けなかったっすよ。君はバカだね。なんすか、この俺様が飛行艇を降りるのに何も施さないわけないっしょ。サージは飛行艇に防衛陣を敷いていったのだ。それって町にやってあるモンスターよけと同じ。まあそんなところさ、ミニマ一時的にだがあらゆる攻撃を防げる念のためってやつ。それは今も効いてるの？防衛陣を敷くのには時間がかかる。第一、地面に敷くもんだしな。あ、ちょっとこれ見て。帝国軍の飛行艇っすね。どこに向かってるのかしら。方角的にはオパルスではないか。そういやオパルスはまだ帝国に侵略されてなかったな。ちょっと、ってことはあいつらまた共和国を攻めるつもり？冗談じゃねえ、これ以上俺たちの国を荒らされてたまるかっつうの。ラルク、オパルスの奴らに知らせに行こうぜ。でも俺らは帝国人すし。だが今は帝国との契約は終了している。オパルスの町がアントラクスみたいなことになるのは避けたい。ログレスはいいのか？ログレスは9体揃える必要があるんだろう。それならここでアルスに遅れを取っても挽回するチャンスはあるはずだ。そうね、オパルスの人たちに危険を知らせに行きましょう。よし、オパルスはここだね。レッツラゴー。
せるの？サージがいるのだから中流部隊の司令部を訪れてはどうだ。サージがいるならってどういうことすか？オパルスの現司令エリオット中将はロードナイトと懇意だった。当然団長であったサージュとも顔見知りだろう。マジ？マジマジマジですよ、ミニマムレディ。だからミニマムって言うな。兄貴、司令部を探しましょう。兄貴え、ああいいんじゃない。ちょっとナルク、しっかりしてよね、リフィア。リフィア？え？ええ、ラルクに任せれば大丈夫よ。こっちも話聞いてないし。もういい、やる気がないやつをほっとく。デサージュ、司令部はどこにあるの？町の奥だ。同じ敷地に士官学校があるからすぐ分かると思うぜ。うむ、出発じゃ。やれやれ、若者よ、大いに悩め。とは言ってもこいつはちょっと問題かもな。ディアマントとかカルブンクルスとは随分と雰囲気の違うところっすね。この町には士官学校がある。軍務に就きたいと願う若者たちがトゥレミリア各地から集うのだ。ニコル、あなたも軍隊に入る前に勉強をしていたの？いやー、全くしてないっす。本当？それなのに軍に入れたなんてニコルはすごいのね。いやー、それほどでもで、簡単なんすよ入隊なんて。ペーペーの兵隊でよければ体さえ丈夫なら慣れちゃうから。でも士官になるならようガリ弁っす。ペーペーガリ弁、下っ端の普通の兵隊って意味とめちゃくちゃ勉強するって意味っすよ。アルス、ダルク、どうするの？バカ者、アルス様のご意向を忘れたのか。アデル、私が怖い？私たち子供の頃からずっと一緒だったよね。ダルクにとって私は何だったの？アデールはアデールだ。そんなこと聞いてない！妹みたいだって思ってた。妹、そうだよね。そんな風に思ってるって気づいてた。それでもずっとラルクのそばにいられれば私は幸せだったのに。オルキナ教のディーバになればリフィアと同じようにずっとラルクと一緒に。アデル、俺はなんだい？そんなつもりじゃなかった。なら君はどうして安易にリフィアを選んだんだい？イマジナルの定理が何なのかろくに知りもしないで契約したんだろう。あの時は仕方なかっただろう。じゃあ今は君は本当に理解しているのか、イマジナルの定理を。それが人類を滅ぼすことにつながると分かっているのか。また安易に流されたんだろう。君はいつだってそうじゃないか。坊やたち、いい加減にして。外が騒がしいと思ったらまだこんなところにいたの？今は子供の恋愛ごっこに付き合ってる暇はないのよ。分かってるわよ。リノス、アルス様、我らも参りましょうぞ。ああ、
ダルク、君はかつての僕と同じだ。選ばされた選択を自らの手で選び取ったと信じ、考えることをやめている。だが本当にそれでいいのか。君が進むべき道は本当にイマジナルの定理なのか、よく考えてくれ。坊やたちは何しに来たの？ことと次第によってはオパルス駐留部隊があなたたちを拘束するわ。そんなこと言ってる場合？帝国軍がオパルスに向かってるんだよ。その顔は知っているようだな。エリオット中将に面会したい。トゥレミリア元老院警備部、アルコーン隊隊長、レスリー・フラハティ隊員。アルコーン隊の隊長？レスリーさんが？アルコーン隊って？元老院とその関係者を警護する特別部隊だ。共和国軍のエリートが選抜されてるって話だが、まさか。あんたが隊長だとはな。元だけれどね。いいわ、こちらへどうぞ。お久しぶりです、エリオット中将。最後にお会いしたのは18年前。当時はまだ大佐でいらっしゃいましたね。まさかレオンか。はい。亡くなったという噂もあったが、無事であったか。しかし変わったな。あの頃はまだ十四五の若造でしたから。ちょっと待て、14だと？それで傭兵団の団長なんかやってたのか。調子のいい子供が怪我をしないようレックスやザムエルが面倒を見ていたと聞いているが。ガイアは黙ってろっつーの。司令、帝国軍が迫っています。何か我々でご協力できることはありませんか？ここにいるのは私の仲間、帝国軍の軍服を着ている者もいますが、今はただの傭兵です。ならばレスリー、例の件を任せてはどうか。そうすればお前にはアルス王子の監視役を頼める。監視？どういうことですか？帝国軍侵攻の一報はアルス殿下がもたらしてくれたものだ。殿下は非常に有効な防衛作戦も提案してくれた。しかしさすがに身分が身分。いくら元アルコーン隊のレスリーが後ろ盾と言っても、全てを信じるわけにはいかない。王子は最前線で監視され人質になる予定なの。最前線ってそんなのいいの？さあ、よくはないでしょうね。本人は納得しているわ。作戦ってのは何なんだ？俺たちにも手伝えるのか？説明するわ。なるほど、永久欠氷とレイを利用した防御スクリーンか。それで物理的な攻撃や侵入は完全にシャットアウトできるんだな。レイを使った防御スクリーンとしては桁外れだな。しかしそれだけのレイを制御するのは並大抵の交渉術師ではできまい。ヨーメータ、そのためのアデールちゃんか。彼女はディーバの力を受け継いだ。その知識と力なら制御も可能だけどさ、町どころか山一つ覆う防御スクリーンなんて、いくら技術的には可能よ。私もここの士官学校の卒業生でね、学生の頃から雪姫計画と呼ばれていた防御スクリーンの開発に携わっていたわ。アルス王子はそれを聞いて今回の作戦を立案したの。でも
今の話を聞く限りではディーバの体力面は加味されていない。下手をすればアデールが倒れてしまうわ。ええ、だからそうなる前にカルブンクルスから救援部隊を呼ぶの。それを貴殿らに頼みたいのだ。我が国のディーバにこのような危険な役目を負わせることは心苦しいのだが。ダルク、お前たちがかっぱらった飛行艇な、なかなかいいエンジン積んでるぜ。そこらの飛行艇より断然早い。カルブンクルスへ行ってやろうぜ。そうだよダルク、ブレイブセシル号ならひとっ飛びだよ。ブレイブセシル？勝手な名前つけるな。ラルク、私からもお願いするわ。わかってる。帝国だってこんな急激に半島を広げても支えきれないんだ。バイス様の暴走を止めてやる。ではカルブンクルスへ急ごう。頼むわね。これが司令部からの書状よ。防御スクリーンが張られたらあなたたちも町には入れないから戻らなくて構わないわ。カルブンクルスか、また捕まらなきゃいいんすけどね。